この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。小学生並みの頭脳を持つ矢部はさておき、今週もムフフがすげえぞ。スペックをご紹介します。上から84、59、85の D カップでございます。差し押してんじゃないのこれ、59とか見てみましょうか。じゃあまずは本当は84、76、89みたいな、誰みたいなね、誰みたいなのが出るんじゃないの。今までいなかったじゃないですか、その剣刺すやつ、なんだっけあれ、何それ、あるじゃん、こういった、黒ひげ、黒ひげみたいなの出るんじゃないあれ、さあお呼びしましょう、倉持凛さんです。わー、確かに黒い、こんにちは。かわいい黒ひげ。何それ？かわいい黒ひげって何？なんかもう香りが違います。何の香りします？なんかね。香りしますか？うん、あのすごいシーブリーズの頃、あの高校生を思い出すような香りが。甘酸っぱいやつ。もうめっちゃきますねこれ。でも私確かにすごいいい匂いする。うん、新潟の海で長野の女子をナンパした時を思い出しましたちょっと田舎じゃないなおいつでナンパしたことを思い出しましたこれ。めっちゃいい香りします。いい香りしますね、パパストライクえ、日本の方ですか。日本の方です。なんか全然、うん、ちょっとなんかよくルーマニアとかさスイス、ルーマニアとか言われたことないんですけど、はい、ちょっと入ってそうな、ちょっとロシア系って言われ、スパイスで入ってそうな、スパイス、カレー粉ですかね、なんだろうちょっと不思議な子、ちょっとそういう雰囲気が変だから、なんか俺キャバクラに来たみたいなはい、じゃあ魚拓さんいかがでしょうか、今日のムフフは。まず年齢聞いたら20代中盤なんですよね、実際は。動きとか話とかがその実年齢も上なんですよ、そのギャップっすよね。見た目は下、中身は上っていう、ここっすよね。これ多分今まで来たムフフさんの中ではトップ3に入りますね。付き合いたいっす好きっす